長いバンカー打ち方を教えてくれと、はい、難しいよこれ、まあ、70ヤードぐらいエクスプロージョンじゃ届かない、届かない絶対無理、だからサンドウェッジは持たない、うん、なぜかっていうと砂を打つんじゃなくてこのぐらいの距離だと直接ボールを打たなきゃいけないのね、僕らはこのぐらい距離やったらサンドウェッジは使わないな、まず十分高さは出てくれると、はい、うん、なるほどなるほど、うん、王様への階段のコーナーでございます。青山プロ、視聴者の方からですね、うん、長いバンカー、はい、打ち方教えてくれと難しいよこれ、まあ、僕もそうなんです、うん、今日は70ヤードぐらいありますよね、はい、もうあのエクスプロージョンじゃ届かない、届かない絶対無理、はい、だからサンドウェッジは持たない、うん、なぜかっていうと砂を打つんじゃなくてこのぐらいの距離だと直接ボールを打たなきゃいけないのね、ハーフトップさせるぐらいの感覚、それとどうしても上げなきゃいけないという気持ちになっちゃうと下からこう上にクラブヘッドが動いて逆にあの手前の砂から入っちゃう時あるからよっぽど気をつけないとでちょこっとしか出ないっていうことでまめにありますよね、うん、僕らはこのぐらい距離やったらピッチングサンドウェッジは使わないな、まず、はい、うん、サンドウェッジ使うとしても思いっきりこうやって右足寄りに置いてロフトを立ててね、上から下を落として終わるぐらい、うん、でもこんな難しいんだったらばピッチングで普通のアプローチをするような感覚、はあ、でピッチングが52度、はい、うん、ただそこの土手がちょっと気になるから、でもピッチングだったら超えると思うんだよ、はい、これで60ヤードぐらいのアプローチ、その方がピッチングの方が直接ボールにこうコンタクトするからね、で大事なのは絶対緩めないことで、ストロークの幅を決めたらばそれを信じて、できればちょっとクラブを短めに持ってね、なるほど、うん、十分高さも出るから、はい、うん、これを上に上げようとしたらミスる、うんうん、距離があるときはもうこのぐらいの高さだったらピッチングでも十分で、フェアウェイから60ヤードぐらいのアプローチをするつもりでしっかりインパクトすればいい、はいはいはい、うん、でちょっとロフトが立ったクラブで、うん、普通にその何て言うんでしょう、距離感を出すような感じで打つっていう感じでいいんですね、うん、これ9番でも多分出ると思うんだよ、はい、こういうロフトがどん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 こう立ってくると直接今みたいにパチッてボールに当たるでしょ、はい、とサンドウェッジだとパチッて当てるのは非常に難しくなるから、なるべくピッチング、まあ9番ではちょっとなあれだからピッチングで大体でも9番でも普通に打てば十分高さは出てくれると、はい、うん、なるほどなるほど、うん、それを無理やりあのロフトが寝たやつでやると深く入っちゃって、そういうことだから絶対サンドウェッジは持たないという、はあ、うん、はい、決めなきゃいけない、ええ、うん、王様への階段のコーナーでございます、はい、青山プロ今日はどんなことを教えてくれるんですか。バンカー越え、バンカー越え、うん、冬だから、はい、もう逆にラフの方が優しいかもしれない、ね、僕はこういう、ね、芝が、ね、薄いところで、ね、うん、前にバンカーがあるのって一番緊張するところなんですよね。あのゴルフのクラブの動き方ってだいたい決まってんだよ。必ず上げたら降りてきてまたスッと抜けてここまで来るの。こう上に上げるというのは自分で操作しないとこうなんないね。そう自分で何も操作しないでアドレスしてそのままの状態で肩だけ動かして、そうするとクラブって
ポンとここまで来るの。はい。ポーンとあったらスッ抜けてくる。はい。うん。で、肩だけでストロークする。変にこうザッて入れることも何にもない、うん。ボールをちょっと右足寄りに置いといて、なるべく手首使わない。肩だけの動きで。肩だけで。十分あれで、うん、バンカーを超えるぐらい上がると。そうそう。球上がるでしょ。あの余計なことしないこと、はい、うん、これ自分でやると大体ミスるから、本当に今見て分かるように追いかけない、ボールを追いかけない、うんうん、しっかりアドレスした形、セットした形のところへ戻すだけでいい。顔を残して腰だけちょっと送り込む。ボールをポンポンってやる時の下半身の動き、うん、それをちょっとクラブ持って手助けしてあげる、うん、それだけ。こう芝が薄くてもちゃんとヘッド入ってくるから。ああ。うん。だから僕なんかだと、うん、もう芝が薄いっていう時点で、うん、あ、もうヘッド入んないんだろうなとか、ざっくりしちゃうんだろうなとか。だからそうやって悪い方ばっかり考えるんだよ。あ、じゃあ、はい、うん、やることはただ一つ、右左って同じこと動かすだろ。ああ。うん。そこに不安があったらどうしてもこの手先を使うから、うん、ね、それと気をつけなきゃいけないのは、こういう芝が薄い時って跳ねるから、はい、あまりフェースをオープンにしないこと、こう、そうするとこのバウンスってフェースのこう後ろ側ね、これでクラブが跳ねちゃうから、こう跳ねちゃうとハーフトップの原因になるから、うん、なるべくあんまり極端にフェースはオープンにしない、はい、こうやってセットして構えて、56とか58とか60だったら十分上がるから、こんなオープンしなくても、うん、普通にセットしておいて、そのまま芝生を滑らせる感じだな、こう、うん、芝生を滑らせる。で、大事なのは上げる、下ろす、上げる、下ろす、一緒、上げる、下ろす、これやってたらな、ね、しっかり右左の上げる下ろすを頭だけ残して、腰でポンと送り出す感覚、うん、うん、と勝手にこうスッとヘッドは抜けてくれる、はい、うん、できるよ、簡単だ、はい、うん、あとはもうここですね、勇気、勇気、うん、うん、絶対大丈夫なんだと。だって自分を信じないで誰信じんだよ。青山さんを信じます。言ったことやれよちゃんと、はい。